藤ジだってさ、なんなんな陽キャぶってんの俺、マジで藤ジだ嫌いなんだけど、マジ、キモくねえ、高橋もさ、思う人、なんかさ、あいつさ、陽キャぶってるけどさ、マジで陰キャじゃないえ、なんなんとも、俺と高橋より陰キャじゃないあのね、本当に陽キャってみんなに優しいのよ。うん。あいつも恐ろしいだろ。<laughs> す、す、ぐ切れるしな。あいつね、すぐぶっつんくんだよ。すぐなんかぶち切れて、いつもイライラしたんで、俺当たってくるやん。なんか将来、犯罪とか犯してそう。<laughs> ブスのくせにな。生きってな、あいつな。ただね、でかいだけ、あいつは。うん。デクノボ、嘘の大木。<laughs> 小林めっちゃ言うやん。え、そんな藤田のこと嫌いなのいや、当たり前だろ。あんなの好きなやついねえだろ。え、実際さ、別にお前も嫌いでしょ。うん、実際高橋もさ、藤田のこと嫌いでしょ。ま、俺別に藤田に何かされたわけじゃないし、んー、別に好きでも嫌いでもないかな。いや、もうそういうの、ね、そういうの、ね、そういうの、ね、もう誰にもいない、誰にもいないもうみんな嫌いだから、みんな嫌ってるから、ぶっちゃけ、お前も絶対嫌い、絶藤田のこと、絶対嫌いでしょ、嫌いでしょ、藤田のこと。 だから、俺は嫌いじゃないって。お前さ、俺も藤田のこと嫌いっていう経緯にしたすぎて必死すぎ。<laughs> <laughs> てかさ、そんな藤田のこと嫌いなんだったら、直接言えよ。裏で陰口叩いてる方がダサいぞ。陰口じゃねえけど、うん、俺全然言うよ。俺全然別に機械があったら全然俺直接言うよ。言ったな。お前男に二言はないぞ。絶対言えよ。ん <laughs> <laughs>、い,いよいおい、俺全然言うよ。全然直接言うよ。来た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 。おい、藤田君来たぞ。お小林。 小林小林行け行け行けお前さっき直接言うって言ってたよな男に二号はないんだろよしじゃ、行け行け直接行け行ってこいあ、藤田君くん、今ちょっと、お時間いいですかん何小林。と、ブスい、生きるんキャが、よっけぶりやがって ちょ、ちょ、そんなやっていくのぼー。はで今、高橋が言ってました。はお前何言ってんのいや、僕今めっちゃ止めたんす僕今めっちゃ止めたんすけど、なんか高橋がもうずっと裏で藤田くんの悪口言っててもうずっと僕止めたんすけど。高橋、こいつが言ってること本当いや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 、藤田くんの悪口なんて言ってないっす、言ってないっす。あの、逆に小林が藤田くんの悪口言ってました。僕言ってないっす。いや お前じゃん。嘘は良くないよ。謝りな、ちゃんと今。うん。謝ったらちゃんと、藤田くんも許してくれると思うから。いや、もういい。もう、どっちが俺の愚痴言ってるとか、もうどうでもいいんだけど、小林、お前なんでわざわざ俺に悪口言われてましたよって伝えてきたの僕、結構、正義感強いタイプで、やっぱそういう悪口はちょっと感化できないなと思って、藤田くんの耳にはちょっと挟まなきゃいけないなと思って伝えさせてもらいました。 いや、藤田くん、こいつ、大嘘つきです。僕あの、悪口なんか一言も言ってません。小林この小猿がふざけんなお前らの人に罪かぶせんな黙れ見にくいぞいやもういいからいいから。お前らが喧嘩すんな。俺はな、小林と高橋、どっちが俺の陰口言ってたのか。それとも二人で俺の陰口言い合ってたのか。俺はもうわからん。うん。わからんからもうどうでもいいんだけど。小林 わざわざ陰口の対象である俺に告げ口してくるの何なのその根性マジで貴重いわ。何俺が教えてくれてありがとうって感謝するとでも思ったんなわけねえじゃん、気持ち悪いな、ね。お前一回。しんどけ、お前。首くくれよ、お前。屋上から飛び降りろよ、この外事がや。俺もう行くけど、お前二度と俺に話しかけてくんじゃねえぞ。小林、死ねな。 藤田、なんか、マジでキレったな。あれ、な、何な,なんだろうな。キモ、マジでキモく、なんか。あ、俺大成なさすぎだろ。マジでキモかったわ。キモ。<laughs> いや、キモじゃねえよ。おめえの方がキモいわ。何嘘ついて俺のこと売ってんだよ。ふざけんじゃねえよ。いやま、まあ、まあ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 。いや、まあ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 じゃねえよ。お前、何ヘラヘラしてんだよ、この小猿がよ。お前、藤田くんの言うとお前、ほんと外事だな。お前、俺にも二度と走れていくんじゃねえぞ。